皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は日本の宇宙開発の歴史の続きをやっていきます。火星探査機のぞみの最終回か。そうね。前回はのぞみの電源に問題があって、燃料を温めるヒーターに通電できずに凍ってしまったり、通信モードのスイッチが切り替えられないから、ビーコンモードからテレメトリーモードにできないんだったな。そうね、そんな状況の中、のぞみがどうなるのか解説するわ。今日も茶番やるのかよ。期待には応えられないわ。のぞみってね、小説作品のぞみ出発進行に登場する鉄道が大好きな小学校5年生の主人公でね、弟のてっぺいも鉄道が大好き、父親の太一郎は鉄道推理小説家という鉄道一家でね、ママを含めた4人は東京駅から寝台特急サンライズ瀬戸に乗って香川県にある琴平宮へ行くんだけど、主人公であるのぞみと弟のてっぺいは寝台特急に乗るのが初めてだからすっごく楽しみにしていたんだよね。だけどサンライズ瀬戸に乗車してから琴平駅に到着する間に父親が行方不明にな。あ、もう早く本編に行けよ。この間途中でキルセンスだけは異形品というお褒めメッセージが来たわ。褒めてるようには感じないけどな。じゃあ本編に移るわ。最初から本編をやってくれよ。故障を抱えながら新しい軌道を進み続けるのぞみだけど、故障箇所を回復できないまま2回目の地球スイングバイを終えて火星へ向かう軌道を進んでいるわ。回復できないままか。電源系に短絡箇所があるせいで過電流保護回路が働いて通電できないまま、地上ではなんとか回復できないかいろいろ検討しつつ、回復できた場合に備えて火星周回軌道に必要な作業も行っていたわ。まあ備えとかないと急にはできないだろうしな。この場合の作業は火星に到着する前に速度を落とす段階の作業でね、火星周回軌道に乗るために探査機の姿勢や軌道変更の計算を行うわ。なんとか回復させてその作業が活かせるようにしたいよな。そして2003年の12月初め、のぞみは火星に接近しつつあるけど、相変わらずビーコンモードからテレメトリーモードへの切り替えができず、ヒーターも稼働できないから火星周回軌道に乗るための減速ができないわ。まだ回復できないのか。実はもう手詰まりの状態でね、そのままでは短絡箇所があるせいで過電流保護回路が働いて電流が遮断されちゃうし、短絡箇所を焼き切ろうとしたら通信機能を失うし、過電流保護回路自体を手動でオフにする機能はないし、他の電源系統から供給できるような設計になってないし、本当に絶望的なんだな。幸いなのは地上からの指令を受信できていることね。それができなくなったら迷子確定だもんな。検討している間ものぞみは順調に火星へ接近していて、2003年12月初めの段階で進んでいる軌道から計算すると、12月9日までにヒーターに通電させて凍ってしまっているエンジンの燃料を溶かさないと火星周回軌道に乗るための減速をすることができず、12月14日3時19分に火星上空 894km のところを通過して、そのまま火星重力圏を振り切ってしまい、太陽を中心とした火星公転軌道に似た軌道を回り続けることになるわ。ちょっと待て。何よ。12月14日に最接近なのになんで12月9日までに回復させないといけないんだ。速度を落とすのに時間がかかるのもあるんだけど、他にのぞみの姿勢検討、姿勢変更も一緒にやる必要があるから時間がかかるのね。そういうことか。まあ通信に時間もかかるだろうしな。12月2日までに回復すれば予定した軌道ぴったりに進ませることができるけど、遅れれば遅れるほど軌道がずれるし、タイムリミットである12月9日までに回復できなければもう諦めるしかないわ。もう一度チャレンジすることはできないのか。のぞみの燃料が足りないわ。そっか、燃料が不足してたっけな。しかしのぞみはチームの検討も虚しく、タイムリミットである2003年12月9日20時30分の時点で不具合の箇所を回復することができなかったわ。じゃあのぞみはもう残念だけど火星周回軌道への投入を断念せざるを得なくなったわ。マジか、今まで頑張ってきたのにな。20時45分から21時15分までの間にのぞみに向けてあるコマンドが送信されたわ。何のコマンドなんだ。火星への衝突確率を下げるための軌道変更のコマンドよ。なんでわざわざそんなコマンドを送るんだ。もうのぞみの運用を諦めざるを得ないんだろ。せめて火星に送る確率くらいはそのままにしてやれないのか。
国際宇宙空間研究委員会という国際組織があってね。日本はもちろん世界中の宇宙機関が加盟しているんだけど、そこの取り決めで殺菌消毒を施していない機器は、打ち上げ20年以内に火星に衝突する確率を 1% 以内に抑えるとされているんだよね。何のための取り決めなんだ？過去にアメリカが月面に着陸させたサーベイヤー3号っていうのがあってね。月面の地表を撮影したり、溝を掘って撮影した無人探査機なんだけど。後にアポロ12号がサーベイヤー3号の一部を地球に持ち帰って分析してみたら、人の口や喉などに生息しているストレプトコッカスミティスという細菌が休眠状態で生きていたわ。じゃあ月にもその細菌が生息しているのか？一応打ち上げする前にサーベイヤー3号の機器に付着して、月面で2年半の間休眠状態で生きていたとされているけど、地球に持ち帰った際に付着した可能性もあってはっきりとしていないわ。なんだ、わからないのか。そういうこともあって、何でもかんでも火星に着陸させると、火星で生物らしきものが見つかっても、客観的に現地由来生物と断言できなくなってしまうから、十分に殺菌処理されていないものが火星圏に入らないように取り決めをしているってわけね。そういうことか。これから火星で生物が見つかった時を考えてのことなんだな。のぞみが軌道変更の噴射をした結果、12月14日に火星の表面からおよそ1000キロのところを撮影しながら通過して、12月16日には火星の重力圏を脱出して、テレメトリーデータ通信ができないから、のぞみの内部にデータを蓄積したまま、12月19日に予定軌道から外れていくのぞみの追跡が限界を超えたから、12月31日にのぞみがいる方向に電波喪失停止のコマンドを送って、のぞみはビーコン電波を停止、一切の機能を停止した状態で、今現在も27万人の名前とともに太陽を中心とする軌道上の旅をしているわ。なんだか本当に惜しいところまで行ったから余計に残念だな。まあこの5年間日本で初めての惑星探査機を、執念の運用でここまで乗り越えてきた技術と経験は、後に打ち上げられるハヤブサたちに生かされるわ。例えばどんな？1ビット通信は非常時の通信手段として運用されるし、今まで宇宙科学研究所の人工衛星って、計画開始時に重量マージンをほとんど持たないのね。どういうことだ？ロケットの能力で人工衛星の重量が決まるわけなんだけど、のぞみまでは重量を度外視して搭載したいものを搭載して、設計が始まると重量を削れるところを探して打ち上げまで持っていくのね。つまり観測機器は何キロまで、電源供給は何キロまでという風な計画はなかったわ。ああしたい、こうしたい、あれを積んで、これも積んで、何キロオーバーしたから、ここが削れる、ここを軽量化できるという努力をした結果、設計に無理が生じてくるってわけね。そうなんだな。だから、ハヤブサ以降は計画当初から、ある程度の各部の重量を割り振っているわ。設計方法も改善したってことか。そして、のぞみの故障原因の改善だけど、それちょっと気になるな。まず、バルブなんだけどね。以前も言ったように実績を考えた結果、アメリカのメーカーを選定したわけなんだけど、アイサスの要望に応じて既存部品から改造されたものでね。評価基準が実績のある既存部品を試験する際の基準と同じなんだよね。今回のバルブトラブルが改造をした部分で起きた可能性が高いと判断されているから、今後は既存部品から改造した場合は新規開発部品として扱われることになったわ。ということはもっと厳しい評価基準になるわけか。一方、短絡を起こした箇所なんだけど、何が短絡したんだ？よくわからないわ。太陽フレアが原因だと思ったけど、そうじゃないんだな。そうね、太陽フレアとの因果関係を立証するための必要なデータは得られていないし、太陽フレアによる電子部品の故障である可能性も考えられたけど、設計上に徹底した対策を施していることから極めて低いのと、太陽フレアの影響を受けた3日後に短絡を起こしたから太陽フレアが原因である可能性は低いとされているわ。そうなのか。それに短絡を起こした可能性がある電子部品はそれぞれ数万年に1回の故障率とされているから、ちょっとわからないってのが現状ね。わからないままだとまた同じことが起きそうだよな。まあそうなんだけど、輸入品も多くて内部が公開されないブラックボックスになっているものも多いからね。不具合調査にも限界があるってことね。ブラックボックスを開けるとダメなんだっけか。そりゃあね。まあ今回は失敗しちゃったけど、のぞみの経験があったからハヤブサは帰還できたし、
通信を失っても衛星の動作を地上に送ることができるように、専用のレポートパケット送信機を搭載することになったし、指定時間にコマンドを実行するタイマー機能も搭載されるようになったし、いろいろ改善されるんだな。そうね。というわけで、のぞみ解説は終わりね。次は何なんだ？アストロイよ。どんな活躍をするのか気になるな。そうね。ん？では、わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルでは、これからもほぼ毎日、宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと、新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて、高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。なあ、あと一歩のところで断念することになったんだな。そうね、でもこれで終わりじゃないわ。どういうことだ？アイサスは火星衛星探査計画を進めていてね。2020年代前半の打ち上げを予定しているわ。のぞみのリベンジだな。のぞみの重さはおよそ500キロくらいの探査機だったけど、火星衛星探査計画の探査機はおよそ4トンあるわ。でっけえな。おい。なんでそんな大きいんだよ。火星を観測しながら火星の周りを回っているフォボスとダイモスも観測するんだけど、ハヤブサシリーズのように着陸してサンプルを回収するサンプルリターンをするわ。じゃあ地球に戻ってくるのか？そうね、2024年に打ち上げられて予定通りに行けば2029年に地球へ戻ってくるわ。2029年か、今が2020年だからあと9年か。楽しみにしている方はぜひ長生きして帰還を見届けてください。霊夢も見るんだろ？私は回収する方ね。はぁ？カプセルを回収して宝物にするわ。そしてお宝鑑定団に出るわ。JAXA が本当に遺憾の違法を作ってしまいそうだ。